ただいまより本層メインイベント6人タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーセブンアップハングリーベア220パウンド、ユースカイタイガー、ニューブレッドタッグチャンピオン110パウンド、スターナイト・キッド。ブラックピーチ135パウンド、渡辺モン。赤コーナー第109代113代 3WA 世界タッグチャンピオンチーム七桃、第54代 3WA 世界シングルチャンピオン130パウンド中西桃。第58代 60代 3WA 世界シングルチャンピオン150パウンド高橋七重。ワールド女子プロレスディアナクライシス、第29代31代 3WA 世界シングルチャンピオン128パウンドジャガン横田。レフェリーデュークサド。
知れない。だからお礼を言わないといけないのかもしれない。これっぽっちもいらねえんだよ。
私は七重に何度負けようが心は決して折れてない。さっき手を取られたけどな、私が七重の目の前で拳を突き上げる時は私が七重に勝った時だ。その時は必ず自分の力で立って七重を見下しながら拳を突き上げてやるからよ。私と何度でも戦え。かなと来たところ、なかなかできるスターダム、びっくりしました。人気のあるのが分かる、なので応援してください。女子プロレス今日はありがとう、ありがとう。ないと思います。なのでスターダムさん、簡単に声かけないでもらえますか。でも今日はすごく楽しかったです。ありがとうございました。せーの、女子プロレスが一番。
どうしてもね、スターダムのイメージだとビジュアルからみたいなのがちょっと考えながら来たんだけど、これがまたなかなかできるのでびっくりしました。やっぱりよあのプロレスがやっぱ好きな人が残ってるので、そういう意味ではそうビジュアルばかりって言われないようにしようというふうに頑張っているのが、戦ってみて感じました。もちろんあの私の立場から言うと注意とか気をつけなきゃいけないところは多々ありますが、あのやっぱり歴史の短い団体ですから、そう思って見たときに余計プレッシャーをかけながら頑張ってるんだなっていう姿を見させてもらいました。はい、ね、当時はもう組む間柄ではないので、まあ、教え子ですから、だからそういう意味では、まあ、私からしてみれば夢の実現でしょうね。はい、あの二人があの前の現役の時に頑張ってたのを見てましたので、それは素晴らしいペアなので、即席で組んでもやっぱやるときはやるんだなという意味では、一流レスラーはランクがあっても関係ないなというふうに思いました。新人にはバットを振り回すまで参りますね。はい、あれは真の姿ですから。はい、でも頼もしいあの選手が多くてちょっと安心して帰ります。やっぱ同じレスラーとしてやっぱいろんな見方ができますが、やっぱスターダムに上がらせてもらって、でなかなかこんだけの動員をできる団体が少ないので、女子はだそういう意味ではとても新鮮だったし、その来てるファンを魅了するものは何なのかということをあの勉強のためにさせてもらいました。はい、だからそんだけ努力してるんだなっていうことを感じ取ってます。はい、またスターダムマットに上がりたいという気持ちはあるんですか。そうですね、あのまあどこの団体さんも頑張っているところは上がってぜひチャレンジしたいと、今は私がチャレンジする立場ですからチャレンジしたいなとは思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ終わりだ。あ、ごめんなさい、一緒じゃなくて大丈夫だよ。あ、終わりだ。言ってやんな、おそこ終わりだ。終わりだ。終わりだ。なんだよ。あ、もう敵です、もう今日から敵です。はい、バサバサそれバサバサそれと。ありがとうございました。いやー、あー疲れた。もうありがとうございました。すごすぎる、ももがすごすぎんだよ。いや、継続は力なりだよ。やっぱ続けてる人ってすごいんです。継続しなくても力なりだったよ。そうだ、えあなたいやもうダメだね、ブランクやっぱ感じすぎて。ちょっとでも反省するってなるとまた次考えてるみたいで嫌だからいや今日はやっぱ七井が助けられた、七井に助けられた、助けられた。どうせ出るならやっぱ勝ちにこだわってたでしょ。もちろん、うん、もちろん。でもなんか私も結構、いやモモね、モモなんて何年ぶりのちゃんとしたセミナー、ランブルでちょいちょい出たりとかありましたけれども、うん、引退試合ぶりです。18年ぐらい経ってると思います、ちゃんとした試合は。そんな動きじゃないのがもう本当天才レスラーで、なんかもうワクワクする、なんか夢を見させてもらったっていうか、プロレスラーはもう夢を見ていただくものなので、それをやめただろうがやめてないだろうが変わらない、もうリングに上がったら関係ないっていうものをなんか見せられたのが、なんか今日たくさんのレジェンドの方、もうジャガーさんレジェンド中のレジェンドで、いろんな世代が集まって、そのレジェンドの方を見に来たスターダムを普段見ないお客さんにもなんかいろんなものが届いたのかなと思うので、こう昔も今もこれからももう道はつながっていくっていうものを、あの私もあの VTR で全場解散の時に言ってたんですけど、自分の心の中に全場イズムだったり戦いだったりパッションがあればずっとつないでいけると思って信じてやってますんで、こういうなんか一日限りの夢かもしれないし、またあるかもしれないけど、あーやっぱ練習が辛いんだよ。すごい練習付き合ってもらったんですよ。
道場行こう、リング行こう、次いつ行くってすごい誘ってもらったんだけど、なかなかうまく時間が取れなくって、もっと本当はやりたかったんだけど、でもやっぱりいろんな選手がいる中で、あといろんなプロレスの楽しさ、昔私こういう中西桃という選手がいました、今いる高橋奈々と混ざり合うとこういうプロレスが見せられます、いろいろ広がっていくじゃないですか、そういうのを今若い選手たちに見せたかった、いろんな、はい、なので今日は、楽しさはそうだから、きっとな、お前な、高橋奈々言うんだったらな、今日感じただろうが、リングで、同じリングで感じたよな、このスピード感だったり戦う気持ちだったり、それをお前が盗めよ、しっかりモモラッチやってるだけじゃなくて、技だけじゃなくて、しっかりもっと強くなれ、もっともっと私にぶつけてこい、そうしたらまた何度でって戦ってやるからよ、楽しみだよ。じゃあとユーも、そうだね、ちょっと今日はよく分からなかったけど、ジャガーさん合意度隊に入ったのかな、うん、よし、じゃあこれからもあるぞ、ネクストだ、ファッションファッション。はい、言い出しっぺ負けました。今日の主役七桃に取られたのかな、うん、いや、ああ、ない、メインだったからこそ絶対主役にならなきゃダメだったと思うし、誰がここのリングでレジェンドが締める大会なんて見てんだよ、ああ悔しい、ああごめん、もも大丈夫、大丈夫だけど、私はジャガー横田は許さねえ、あいつバット奪い取った上に何発私にバット食らわした、あいつ、おい、しかもユウもよ、殴ってきて、あいつとは二度と組まねえ、あいつ誤爆してたよね、おう、そうだよ、やっぱ息合わないみたいだし、合わない、でもマジでボコボコにされたけど、これが戦場の戦い方なんだって、もうめちゃくちゃなリングなのが戦場、私が見てた戦場体感できてマジで痛いしボコボコだけどすごく楽しかった、うん、負けたのは悔しいけどね、うん、でも私は欲深きコッコだから、貪欲で負けず嫌いで、欲しいもんは欲しいし、自分が一番じゃなきゃ嫌だし、何でもありなのが SLK だから、もっと強さを手に入れるためにもやっぱり5番7番勝負なのか分かんないけど、強さのためにもそういうのもっともっとやりたいし、七重、私が満足するまで何度でも私と戦い合ってください。こんなとこまで来て今日で終わりなんてコッコは言わない。ムカつく、ムカつく、いや、言いたいことは一つだけだよ、私よりジャガー横田の方が大江戸隊の顔をしている、以上です。でも一個だけ、中西お前と戦えたのは小学生の私に教えてあげたい、ジャガー横田は大江戸隊の顔をしている、それだけは伝えたい。宇宙一きらめくスターダム、この夏最強の女神を決める5スターグランプリがついに完結、9月30日横浜武道館にて優勝決定戦開催、チケット絶賛発売中。月額920円でスターダムが見放題、公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん、スターダムワールドで検索。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。
ダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。